こんばんは。アコースティックウェザーリポートです。皆さん、大変大変長らくご無沙汰しておりますが、今日は我々アコースティックウェザーリポートは東京の市ヶ谷ルーテルホールにおりまして、この後ここでコンサートをやり、19時からコンサートをやります。そして今この18時から約30分はですね、オフステージの、まあ、トークコーナーということで、これはもう配信限定でですね、まあ、サービスタイムということで、今から30分ほど、まあ、雑談も含めて、皆さんにお送りしたいと思います。この3人が揃ったのも、この3月25日の青山、東京ブルーノートの、公演以来、4、5、6、7、実に4ヶ月ぶりになるんですけれども、まあ、皆さんご存知の通りのこの、まあ、コロナのウィズコロナの時代を迎えてですね、我々も当然その影響を受けてきたわけですが、そのあたりをですね、この3人でいろいろとディスカッションしていこうと思いますので、できればお付き合い願えればと思っております。ということで、1人ずつにまず、聞いていきたいと思います。じゃあまずおさむさん。はい。このコロナの時代ですね、はい、まあ、外出制限期間というのが、はいはい、あれが実際出たのが我々が325に、ブルーノート東京をやってる、もうセカンドステージですでに緊急事態宣言の直前のコールが出ちゃって、その後もうどこの東京のライブハウスもやらない、もう街もゴーストタウンになってるっていう状況だったじゃないですか、はい、まさに我々3人プラスエリック本田さんの5人で、例外的にたくさんお客さんが入って盛り上がって、はい、でそれがまさにやり逃げという形に なったわけで、で今日もそのやり逃げになりそうな感じ。危ないですよね今日ね。ちょっとね。ね、はい、そういうことも含めてですね、まず、お二人に聞こうと思ってるんですけど、自粛期間中ね、はい、何をやってたかっていうのは変なんですけど、はい、そのあたりをどうぞ。僕はですね、まあ、かなり僕は相模湖という東京から60キロぐらい離れてる、まあ、いわゆる都会田舎というところに住んでまして、なので、まあ、昼間ずっと庭に出てウクレレを弾いたり、はい、もちろんずっとできなかった練習、ね、こんな練習したいなっていうようなことをもう一回やったりとか、あとは、まあ、料理が好きなんで晩ご飯は大抵僕が作ってたりとか、あと犬の散歩を充実させたりとか、まあ、とにかく時間があるっていいもんだなと、逆にそれまでいかに時間に追われてたか、仕事に追われてたかっていう、逆にたっぷりなんか考える時間とかゆっくりする時間があったんで、僕はそれほど苦にならないというか、この先も多分このままやっていけるんじゃないかなと、割と自信を深めてるような自粛生活ですかね。自粛生活、はい、なんかなんでしょう、我々もぼちぼち周りが定年の時代、お互い還暦ですからね、定年の年齢に時期に入ってて、はい、周りがバタバタあれしてますけど、ある意味もう定年でもいいのかなという、ね、そうで、もう、ね、本当はもうあと5年10年ぐらい演奏活動頑張ろうかと思ってたけど、まあ、前倒しで早期退職っていうっていうのもありかなと、なんかそれぐらいの気分で、もう、まあ、おさむさんは去る、印税生活ができておる方なのでね、まあまあね、うん、ちょっとだけ、その印税生活ってのはなかなか普通のミュージシャンではできないことなので、まあ、逆にね、今その還暦だと言いましたけど、その今これから頑張ろうとしていた、って言ったら過去形じゃ失礼だけど、若者、例えば20代、30代、40代のミュージシャン、アーティストの人たちって大変でしょうね。大変でしょうね。早くこのコロナがね収まってくれないと、本当に生きるか死ぬかっていう人たちもね、まあ、ミュージシャンに限らず、僕の娘なんか演劇やってるんですけど、演劇ですか、演劇関係なんかもう本当に悲惨なことだと思うんですよね。だからね、本当に若い人たちや、まあね、そういう人たちがなんとかこう生き延びていけるように頑張ってほしいんですけど、こればっかしはね、もう僕らが助けるったって僕ら自身が危ないですからね本当にね、こんだけ仕事なかったのって多分学生の頃より今仕事ないですからね大学の頃の方がもうちょっとライブやってましたね
駆け出しの時よりも少ないです。そうです本当そうです。あの頃より今の方が収入も少ないかもしれません、うん、本当にですね、はい。同じ質問で則武さんよろしいですか。はい、大体どんな感じでどんな様子だったかというところで、はい、そうですね、ほぼお仕事がなくなってしまってもう久しいですけれども、まあ、くよくよしててもねしょうがないので、元来僕ミュージシャンにしては早起きなんですよ、はいはいはい、でそれに磨きをかけようと思って、まあ、だいたい5時ぐらいに、遅くても6時になるかならないかぐらいには起きて、でまずそのやっぱり我々もちょっとアスリート的なね、はい、側面のある楽器ですから、そうですね、1日にやるべきルーティーンをすべてご飯の前、朝ごはんの前に済ましてしまう。それで今までやったことがない、先ほどおさむさんはね、うん、お料理、うん、お好きだしってことで夕食を作られたってことなんですけど、はいはいはい、僕はまあ朝食をもうなんとかの一つ覚えても全く同じメニューを作り続けてもう何ヶ月なんですけど。本当ですか。はい、で大体よく晩酌する家族なんで、うんうんうん、酔っ払っちゃって夕食 の汚れたディッシュがですねそのまま台所にこう、うんうん、散乱してるパターンが多くて、うん、それをこう多分男の人の方が丁寧なんだと思うんですけど、うんうんうん、一点の曇りもなく綺麗に磨き上げる、その洗い物をしてそれで家族が起きてきたら僕が作った朝食で迎えるっていうね。すごいですね。それだから、うん、なるべくその日中は家族のために尽くそう、尽くすって言ったらあれですけど、今まで忙しいなんだかんだって言って、うんうんうんまあ、ほとんどこの家をこう帰り見たことがなかったので、うんうんうん、まあいい機会かなと思って、うんうんうん、でそれはそれで、うん、充実した生活がただ目に見えて減っていくものは減っていくもので、その僕もまだ定年までにはちょっとお二方より僕後輩なんで、はい、ちょっともうちょっとやっぱり演奏し続けたいっていうかしなければならないので、まあその辺のせめぎ合いでね、まあ今ほらリモート配信とかあれもただじゃできないわけですよね。いろんな装置を買ったりしなきゃいけないので、そうですね、でこう慣れない給付金の手続きのこの用紙をまあペンじゃないかパソコンで打って、でこれじゃ資料が足りないとかね、そんなことでこう冷や汗たらたらで、でなんとかまあ、熱海の方に僕、うんうん、まあ、自前のスタジオがあって、そこを久しぶりに手を入れてちゃんと生ドラムも撮れるようにしようということでね、うん、今だいたい7割5分ぐらいって感じですかね。そうなんですか。でも、はい、則武さんがクリーン綺麗にするディッシュってピカピカになりそうな感じ、感じしますね。完璧な感じがする。いやね、だいたいミュージシャン友達で話すると、うん、いや大体女の人って洗い物を洗剤残してても平気じゃないみたいな会話になりませんか。でもなんかポイントは分かる気がします。分かりますよね。別に女性を下げてるわけでも何でもないんですけどね。そうね、いや彼女たちのように、うん、そのなんていうんですかね、手際よくできないんですよ。あ、はいはいはい、でながらもできないし、はいはいはい、だからお皿を洗うことと、うん、まあ、ドラムを叩くことの共通点を見出すわけです。すごいと。いや、そうでもしないとやっぱりね、本当ならもっと演奏してる時間なのにって思うじゃないですか。それってね、あんま良くないから。でも意外とやっぱりでね、人間の皮膚ってすごい偉いなと思って、キュッて言うんですよね、洗剤が落ちきったところで。これは僕洗車が好き で、うんうん、で車最後に拭き取るときって鹿の皮を使うじゃないですか、はいはい、セーム側って言ってね、セーム ね、はいはい、使います。で、自分の手がセーム側のように感じて、なんて高機能なんだろう、生きた皮膚っていうのはっていうのをね。あれキッチンペーパーでやっても、うんうん、あんな風には落ちないですからね。最後キュッてやると、うん、最後の油があっていなくなるんですよ。キュキュッとくるんですか。キュッてやる。それもなるべく少ない洗剤でやらなければならないっていう、うんうん、ね、はいはい、ね、やっぱりエコロジーとエコノミーを両方考えなきゃいけないですから。エコロジーとエコノミーですね。ね、だからより少ない。時間かけてそうやね。いやもうね、まだやってんのっていう感じですけどね。いつまでやってんの。そっか、だから女性は家事でやることたくさんあって、こんな時間かけてられんのですよ、きっと。皿洗いに。そうなんですよ。うん、そう。ね、だからね、優雅なもんですよ。これはでもすごい今
話でしたね、これ。なんかね、ドラムと お掃除、その皿洗いが、皿洗いの共通点、ね、これはちょっと 誰もかつて誰も触れたことのない質問で、ね、用意してたのは、その音楽活動の影響はどうでしたかという質問があったんですけど、まあ、それに関しては、まあ、基本的には活動はしてないというお二人ともね、もう僕ももちろん、僕は演奏はやってないですけど、もともとほら制作が僕多いじゃないですか、うん、それで映画の音楽書いたり、コマーシャル CM 作ったり、あと自分がまあ大体は演奏してますけど編曲が多いじゃないですか。僕一時期ね、なんだろう、自分の収入構造をこう、まあ、分析ってことじゃないんですけど、改めて振り返ってみたら7割以上はね、編曲収入ですよね。なんかちょっとこんな、なんかなんか下品な話かもしれませんけど、なんですよ。ということは、つまり、まあ、リモートワーク可能みたいな、どこにいても譜面書いたり、パソコンで打ち込んでれば、なんとか、まあ、首の皮つながって仕事にはなるということを、まあ、そういう大体、もともと今回の有事じゃなくても、平時でも、そういうなんか、あっちもこっちもあれもこれもっていうような仕事のやり方をしてましたんで、だから僕はいつも自分のことをピアニストとして認めてないっていうのはそこなんですよね。だから今日はピアノでやるけど、次の日は作曲家でスタジオ入って、次の日は編曲家で入って、で皆さんと一緒にね、火曜ナイトジャジーのライブショー、歌謡曲の番組やったりとか、だから編曲家の一日、作曲家の一日、プロデューサーの一日、ピアニストの一日っていうふうに、こう何でもかんでもあるようなタイプの僕は人間なので、だからピアニストとしては認めてないんですよ。だからピアノソロが嫌なんですよ、うん、そういう、要するに 俺のピアノ聴いてみーみたいな、そういうのはできないし、それになんか独り言みたいに思っちゃうんですね。その楽器をやるってこと、独り言ブツブツ言ってるものをね、人呼んで金取ってどうするんだって僕思っちゃうから、もともとだから自分の楽器を誇ってないんで、誇ってないっていうか、なんだろう、楽器はもちろん素晴らしい楽器だと思うけど、自分がね、そのピアニストと、ニストという感じには思ってもいないから、まあ、いろんなことを、まあ、やってきて、まあ、皆さんもほら、例えば雑誌の連載とかもやってらっしゃるじゃないですか、まあ、そういったことが細々してものは僕は多いもんですから、だからまさに僕はね、何にも生活変わらなかったですね、今回、うん、でたまたま来年封切りになる、まあ、大型の映画があるんですけど、それが始まっちゃったもんですから、まあ、いわゆる劇版ってやつですよね。で、まあ、40、50曲書かなきゃいけないわけなんで、もうそれをやってるだけでもう軽く1年経ってしまう感じに今なりつつあるんで、まあ、どっちかというとバタバタと忙しく、いつも通りって感じで、でもただ不便に思ったのはあれかな、やっぱり夜の8時にコーヒー屋さんもね、食事するところも閉まっちゃうから、それは不便でしたね。なんかね、これはもう皆さん、我々だけじゃなくて皆さんそうだけど、まあ、それ以外はなんか世の中静かだし仕事しやすいかなってのんきに思ってましたけど、まあ、音楽活動の影響はいいとして、お二人に、聞きたいのは、まあ、コロナ対策っていうかな、なんか気をつけているっていうことを、お話しいただいた思うんですけども、じゃあ今度は則武さんの方からコロナ対策、コロナ気をつけてること、もうごくごく一般的な、まあ、常識的というか、手洗いうがいで、マスクをつける、それから、あまり外に出ない、うん、どうでしょうね、それを徹底してる感じですかね、うん、まあ、でもでもそのほら最近リモート飲み会とかっていうのがね、うんうんうん、ありましたね、あるんですけど、うんうんうん、まあ、意外とまあ楽しいなとも思いつつね、やっぱりその逆にこう寂しくなるんですよ、こう、ね、そこにいるけど触れないとかね触ることないですけど、やっぱりあんまりね、男同士で飲んでても男同士でもそのなんていうかね、うん、だから、まあ、ちょっと人間が古いんですかね、あんまりこうパソコン上で一緒になれる感覚がなくて、うん、まあ、でもね、まあ、どうしてんのみたいな電話では話せないことよりね、表情が分かるから、それぐらいかな、でもですかね、はい、そうですね、うん、おさむさんはリモート飲み会とかやりました？ああ、リモート飲み会やりましたね、まあ、やっぱ寂しいですよね、ちょっとね、なんか飲んでるけど、なんか同時に喋ってるようで、なんか喋れないみたいな、どうしても一方通行みたいなとこがあるんで、うんうんうん、なんか僕もあんまり飲むんやったらやっぱし居酒屋行きたいなっていう、そうですね、そうですね、でね、今日久々にこれで本当に
今日のこの市街のルーテルホールでは我々はその感染対策はもう万全の措置をですね、これでもかというぐらい、消毒、検温あらゆるものを体制を整えておりまして、この後ね、19時から、本番が始まるわけですけども、やっぱりね今日久々にこの3人レギュラーユニットやってますけど、やっぱり久々に会ってリハーサルやるとすごくいいと思うし、ね、もう生はすごく気持ちいい。で今日実際にリモートで見てもらってるお客様、そして、ここまで来てくださるお客様含めて、やっぱり生演奏のこの場所ってやっぱり一番いいですよね、うん、でそう思いまして、この後ちょっとね今告知しようと思ってるんですが、僕らはですねそういう対策を万全にした上であえてこの後ツアーをやります。アコースティックウェザーリポートプロジェクト2のツアー、この後実はですねあさって8月の2日にですね高崎の芸術劇場のスタジオシアターで僕らのコンサートをやります。開演は16時と明るい時間から始めます。8月の2日ですね。でその約2週間後8月の13日から北関東東北ツアーをやります。13日の木曜日は水戸のガールトーク、老舗ライブハウスで、この3人も本当にいろんな、ね、演奏をし、いろんなユニットでやってますが、そして14日は福島のミンガス、そして15日は、土曜日は山形のノイジーダック、そして、ツアー最終日は8月の16日まさにお盆の時ですけども、16日の日曜日、仙台ビレバンでやります。でさらにさらに、3月の25日に、ブルーノート東京、見られた方も見逃した方もいらっしゃると思いますが、この3人に、エリック宮代本田雅人の、2人が入った、5人編成の、アコースティック、ウェザーリポート、この編成がですね2日間だけ、今年あります。9月の、2日、名古屋ボトムライン9月の2日です。これはもともと名古屋ブルーノートの予定だった公演が今回は9月2日ボトムラインになっております。そして9月の13日は今度は東京方面ですね、モーションブルー横浜、9月の18、モーションブルー横浜、この2日間ぜひ北の北というか北も行きますけども、関東も名古屋の方も行きますので、ぜひ皆さんお越しください。そしてですね、この3人が中心となって、報道1930というね、毎日月曜から金曜までやっているニュース番組のテーマ曲を、やっておりますが、この3人が、コアになってやっている番組がもう1個ございまして、今宵ジャジーにという、これは、歌謡曲をですねリアレンジして、往年の、ベテラン歌手の方々に歌ってもらうという番組なんですが、この栗谷治憲武のこの3人にですね、寺井直子さん、バイオリンの寺井直子さん、などなどがですね、入った、番組がありまして、これのですね、オンエアがもうすでに僕ら撮ったんですけど、8月の10日の月曜日、夜9時21時から、BS の日本テレビで今宵ジャジーにっていう番組で、あります。で、今回のメインの歌手は、矢上純子さん、のっこさん、中村あゆみさん、司会とそれから歌も歌ってくれてるんですけど、森口博子さんと、元冬樹さんが、司会で入ってくださってます。その他、さっき言いましたが寺井直子さん、吉田二郎さん、中村圭介君、松岡、マッツ君、パーカッションなどなど、日本を、本当に代表する、素晴らしい、インストルメンタルの、楽器のアーティストもたくさん出てバンドを組んでます。だいたい13、4人編成ぐらいの、フル編成で、ご機嫌なバンドを、やっております。でこのですね今宵ジャジーに今の8月10日はオンエアをするんですけども、この後ですね実は新しい、今宵ジャジーを、この後収録コンサートをやります。でこの公開録画がですね11月の14日に文京区の東京文京区のシビックホール、後楽園のちょっと上っていうか北っていうかね、はい、皆さん行ってますよね、そのね、綺麗なホールですよね、文京シビックホールでやります。で今回の、バンドはですねもちろんこの3人と、寺井さんが入ってます。そして、なんと、あ、寺井さん入ってないのかな、ごめんなさい、エリック宮代、本田雅人5人編成のアコースティックウェザーリポートプラス、
トロンボーンの中川英二郎、最強無敵のグループ、はい、そして、ギターの平木君、コーラスの丸ちゃん、ちかちゃんと、もう全部込みで全部入り、ラーメンみたいな感じで、もう豪華豪華。あ、寺井さん入ってます。もう、うん、寺井さんも入ってて、で今回ギターに渡辺和美さんを入れるので、もういいっていうぐらい豪華なメンバー。これ今言ったのはまだバンドですよ。これはまだバンドで、このバンドとともに、メインで歌っていただく歌手が野口五郎さんですね、はい、野口五郎さんと、そして岩崎宏美さん、はい、そして、三浦雄太郎さんって知ってます？三浦雄太郎さんっていうのはね、あの山口百恵さんの息子さん、あの三浦さんの、はい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 、うん、なんですね、はい、この3人がメインゲストで歌われるということで、これは僕演奏しなくても見に行きたいなみたいな。これ11月14日皆さんぜひ公開録画でチケット。まあ野口五郎さんギター弾きますかね。あ、弾くんでしたっけ。いや、いや彼はギターめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。勝美さんとバトルなんかしてくれたらねそれ言っときます。じゃめちゃくちゃギターうまいさ、あの人。そう、本当に、はいはい、なんで知ってるの、その。よくね、もうあのね、あの僕らが大好きなアメリカ大リーガーのスタジオミュージシャン、うん、一流スタジオミュージシャンとね、彼アルバムを作ったりとかね、はいはいはい、ね、あ、そうでしたか。もともとそのレベルです。本当に。もうプロ、クロート、ドクロート。クロート。あ、それじゃあちょっと言っといてください。ぜひそのシーンをね。あ、そのシーンをね。勝美さんがいるならもうその二人は、うん、バトルしかないと思いますよ。あ、そう。あ、今日言ってよかった。うん。はい、わかりました。まあ、そんな感じで、あのすごいいいコンサートをこれからもやりますので、まあ、これは公開録画でお客さん入れるタイプなんですが、どうでしょう、このあと、今日も3月25日のようにですね、やり逃げになりつつあって、今日のコンサート終わってから何でしょう、あと2日ぐらいで外出制限が出そうなやり逃げの感じですけど、どうでしょうかね。これも誰にも、もう予測なんかできないし、僕らミュージシャンが言うようなことじゃないかもしれないけど、また増えたり減ったりというか、今減る要素がないですよね。そうですね。ここから一月ぐらいは多分こう上り坂を上がっていくんでしょう ね、うん、ね。でまた10月に向けてぐらい下がって、うん、秋冬に向けてっていう、なんかもうね、ね、ワイドショーの先生じゃないですけど、ね、そうですよね。そういうことになるんでしょうね。そうですね。お一人にね、まあ、2、3分ずつちょっと、コメントを言ってほしいんですけど、そういうことも含めて、これからの、まあ、ご自分の音楽活動はどうしていきたいのか、そして世の中はどこに向いていくと睨んでるのか、そのあたりをちょっとじゃあ、おさむさんから。もうずっとこうやってこもって考えてたんですけど、なんかいい方法がないかな、なんとかなるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、だんだんギブアップに近いムードになってきたんで、それはきっと戦おうとか、なんか押し返そうって思うからギブアップ、あまりに相手が巧妙でなんかね、厄介なやつなんで、これをなんかもう押し返そうとかうまくやろうっていうのは無理で、やっぱりこの状況にもう慣れて、この状況で何ができるのかなっていうのを今僕も考えてて、まあ、さっきの引退っていう言い方も、それはどういうことかっていうと、お金の話するとしんどくなってくるんですね、ミュージシャンも。だからもっともうアマチュアの頃に戻って、純粋に音楽との楽しみ方とか距離感とか、この仕事でいくらもらえるとか、このギャラなんぼとかっていうのじゃなくて、本当に純粋に音楽をのんびり楽しむっていうスタンスで、まあね、幸い還暦なんで、まあ、そういうふうな新しい、コロナの時代を、なんか新しい音楽との付き合い方っていうのを模索しながらやっていくしかも、なんかね、戦ってもしんどいですからねちょっと相手が巧妙すぎて確かにね、うん、なんかそんな風にちょっとギブアップじゃないけど、しなやかにゆったりっていう風向に僕は変えようと思ってます。コロナに夏休みはないって言われてますもんね。そうですね。もう必要に攻めてきますよね。緩めたら攻めてきますもんね。ね、じゃあその則武さん、ご自分のことと、あと、まあ、自分の、まあ、世界の行方っていうのはどうでしょうね。どういうふうに。そうですね、まあ
まあ、修さんの先ほどのお話じゃないですけど、その職業としてね、もちろんドラマーなわけですけれども、その前にやはりドラムを演奏することが好き でそれは誰にも取り上げられないわけ でやっぱりこの年になって、若い頃はね、もう40、50代になればもう自分というのは迷いもなく確立したドラマになってるんだろうと思ってたんですけど、ますます悩み大きいなんかおっちゃんになってしまいました、ね、どれだけさんが悩み大きい。そうそうそう、でもね、そのだからモチベーションは周りの状況がどうであっても変わりようがなくて、自分の中にもっとこうしたい、ああしたいっていうのがね、でもそれはやっぱり生のアンサンブルの中でドラマーっていうのは発揮されるべきものっていうか、そこが一番深いものであって、決してそのマイナスワントラックときっちり一緒にやれましたってところは僕の中ではまだまだ到達点には満たないんで、その実験をするにはやっぱりこういう場所が必要なんですよね。でただそれが職業になるかどうかっていうか、まあお金になるどんどんっていうのは、僕はまあその割と二の次なんで、まあどうしてもお金がなくなったら、まあ、こんな僕でも雇ってくれるなんかアルバイト先があればねできればこうでもさらないか効率悪くてしょうがない時間がかかるからってすぐクビになりそう、まあ、でもまあそれぐらいの気持ちなんで、だから あんまり自分自身はこう落ち込みようがない、まあ、脳天気なんですかね、どっかね。ただまあその日本ではあんまりね、そのいわゆるあのまあ致死率っていうんですか、他の国々に比べるとまだ低いっていうのもありますけど、やっぱり諸外国ではね、そういうことじゃないので、そういうことを考えるとやっぱりね、早くもうとにかくワクチンなり何でもいいからもう早く完成してほしい、それにつきますね。そうですよね、はい、本当そう思います、はい、ありがとうございました。僕自身はさっき言った通り、意外とストレスに自粛期間を思ってなかったので本当に我が道を行くマイペースという感じなので、ただまあやっぱり何でしょう、その創作物の出口っていうのはやっぱり今日今からやるような、こういう演奏会なんじゃないかなと、これはやっぱり間違いないし、で昨日今日と新たに僕が思ったのは何でしょう、その配信ツアーっていうのはできない、ね、ツアーやりようがない、一回やったら世界中から見られるわけだから、もうどこもかしこもしばらくは、ね、やれないわけだし、だそういう意味で今日のこれから19時からやる演奏っていうのは、まあ、最初でおそらく最後のアコースティックウェザーリポートの配信コンサートということでいいんじゃないかなと僕は思ってて、で自分自身はすごい古いタイプの人間かもしれないけど、やっぱり今のりたけさんおっしゃった通り、やっぱり生の音楽、お客さんにとってもね、生の音を浴びてこう肌で振動を感じてなんぼのもんでしょうというふうに僕はやっぱり思いますね、うん、だからそれはそれでそういう音楽の、なんだろうな、尊さっていうかな、素晴らしさっていうのは人生の素晴らしさと一緒だと思うんですよ、うん、だから今日3人がこれ集まったのはこの自粛期間中、まあレギュラーユニットにしては4ヶ月も会ってなかったんだけど、それぞれが、いろいろ感じてきたこと、人生に対して感じてきたことを今日音楽でまたある意味音にして、それを我々がシェアするというものをお客さんに見てもらえれば嬉しいなというふうに思っております。でこの後の時間は、19時から僕らのコンサートの演奏になりますけれども、この後は、免疫力をですね、高める、いろんな音をですね皆さんに聞いてもらいます。で実際会場では、お客様が少しずつ、入ってくる時間になります、お客様の入場が30分ある間、配信上では、波の音とかですね、いろんな音が出てきます。でこの音をですね、ご縁がありまして、提供、いただいてですね今日は、かけることになりました。そのあたりの、実際に人間の体にいい免疫力を高めるという部分に関しては、これは実は本編で演奏の途中にちょっとその辺のことをですねお話を、することになりますので、それも含めてぜひ本編の方をお楽しみ、いただければと思っております。ということでこのトークタイムはこれで終了ですが、皆さん大丈夫でしたか、はい、はい。じゃあ、また19時にお会いしましょう。この後もよろしかったらこのまま、免疫力を高めるヒーリングタイムでお楽しみください。ありがとうございました。どうも。